こんにちは。今日は最近読んだ本と今月読みたい本についてお話しします。まずは最近読んだ本についてです。タイトルは死んでも床に物を置かない、片付け掃除上手がやっている絶対やらないことのルール。著者は整理収納コンサルタントの須藤明子さんです。出版社はスバル社です。感想をお話しします。とても読みやすかったです。タイトルにある床に物を置かないのように、何かをするではなく、これはしないとしないルールを決めることで綺麗な部屋を保とうという内容でした。基本のしないルールと場所別のルールが紹介されているので、自分のライフスタイルに合わせて必要なところを重点的に意識してすっきりした部屋を作っていきたいなと思いました。続いて今月読みたい本についてお話しします。一冊目は小説です。タイトルは性欲、作者は浅井亮、出版社は新潮社です。浅井亮さんは2009年に霧島部活辞めるってよでデビューした作家さんです。この小説は作家生活10周年記念として書き下ろされた長編小説です。ブックチューバーさんのツイッターでこの本のことをつぶやいているのを見て、この本のことを知りました。表紙がとても印象的だなと思いました。あんまりネタバレしたくないので、詳しい内容については調べていません。ちなみに朝日新聞出版からもう一冊、スターという小説も同じく作家生活10周年記念の作品として出版されているみたいです。浅井亮さんの小説は結構いろんな小説を読んだことがあるので、この小説も楽しみです。今月読みたい本2冊目も小説です。タイトルはファーストラブ、作者は島本理央さん。今大きな帯を外しました。こちらは文春文庫です。2021年2月に公開された映画の原作となる小説です。こちらも詳しい内容は調べていないのですが、映画の予告編は何度か目にしたことがあります。父親殺害の容疑で逮捕された女子大生カンナ、アナウンサー志望という経歴も相まって事件は大きな話題となるが、動機は不明だった。映画の予告編で見た動機はそちらで考えてくださいというセリフが印象的でした。文庫版の解説は浅井亮さんがしてるみたいですね。直木賞受賞作なんですね。こちらも読むのが楽しみです。以上、最近読んだ本と今月読みたい本のお話でした。最後までご視聴くださりありがとうございました。本を読むことが好きなので、また動画にできたらいいなと思っています。ありがとうございました。